朝日新聞の戸田と言います。ワクチンの足元のこう不足とですね、調達についてお伺いします。足元は不足してません。大臣、そこれはま明で、確にしてください。混乱しますから、世の中が。ありました。これは2021年7月20日、河野大臣の記者会見において、朝日新聞がワクチンについて質問した時の映像。このように、河野大臣の言葉をお借りするなら、世の中を混乱させてきた朝日新聞。オリンピックが始まりますが、左折で中止を取り上げたものの、スポンサーは続けるといったダブルスタンダード。オリンピック始まったら、どうするのでしょうか。2021年5月26日、朝日新聞の社説にて、夏の東京でオリンピック・パラリンピックの中止を記事に。この夏にその東京でオリンピック・パラリンピックを開くことが理にかなうとはとても思えない。人々の当然の疑問や懸念に向き合おうとせず突き進む政府と五輪関係者らに対する不信と反発は広がるばかりだ。冷静に客観的に周囲の状況を見極め、今夏の開催の中止を決断する様子が首相に求める。さらに生命健康が最優先とも書かれています。にもかかわらずスポンサーはそのまま続けます。さらに夏の高校野球大会に朝日新聞が主催しています。オリンピック・パラリンピックに中止を求めたのに夏の高校野球大会は開催、どっちなんって感じ。しかしこのどっちなん説に終止符を打つ時がやってきました。それはこちら、月刊花田編集部のツイッターより2021年7月21日一面に載ってた朝日新聞の記事に対して、朝日新聞はこれまで影ばっかり報じてきて、いざオリンピック開幕となったらゼネラルエディター兼東京本社編集局長という人物が21日一面で前例なき五輪光も影も報じます。だって要は明日から大々的に五輪を報じるための言い訳、みっともない。このオリンピック・パラリンピックは今まで前例がないから社説に生命・健康が最優先やから中止と書いてしまったけど、オリンピック・パラリンピックの選手の輝く姿に対しての盛大に報道します、だから見てねって感じかな。さらに夏の甲子園大会もオリンピックの報道に焦点が集まってきた今、しれっと詳細決定。予選観客あり、本戦無観客の矛盾、ちょっとしくじったけど見事ダブルスタンダード完成ですね。立憲民主党の枝野代表、ダブルスタンダードっていうのはこうやるんだよ。最後にもう一度、前例なき五輪光も影も報じます、だって。以上になります。もし良かったと思っていただければいいね、コメント、チャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございました。